ロシア重大対決と言われる中、慎重に落ち着いて靴のシューズを紐を締め直していますブッティルスカヤ。歓声が沸き起こった中、自分の間合い、そしてリズムを取り戻します。落ち着いた25歳の動きです。ん？一口エネルギー補給。3位以内であれば自力の優勝、フリーでトップを取ればブティルツカヤ逆転優勝のチャンスもあります。最後の演技者です。ルッツの3回転コンビまではいきません。フリップ ダブルトーループ。ダブルアクセル、もう一つ。独特なスピンです。
まくいきませんでした。ロシアマリア・ブツィルスカヤ、最初のルッツコンビネーションをつける、それができなかった、後手後手に回っていった、そんな印象があります。リピンスキーのあの演技の後、場内の歓声の中、間を取ったあの辺、非常に落ち着いていたブティルスカヤですが、フリーの演技、自分の力を出し切ることはできませんでしたが、長野ホワイトリング、スノーフラワーの上で、このブティルスカヤの独特の大人の女性の表現、非常に印象に残りました。サルコーの3回転ステップを入れながらトーループ、このあたり少しずつ持ち直してきつつもありました。しかし後半にかけてジャンプの内容を変えていかざるを得ない、高さもスピードも少しずつついていかなくなっていきました。The marks for Maria Butyrskaya. 得点です。Technical merit: 5.5, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 もありますが、5.56 というところでしょうか。プレゼンテーションは 5.8 もありますが、3位4人、4位以上が過半数の4人ということで、フリーは4位、トータルで4位、リピンスキーが優勝、リピンスキー優勝、そしてクアン第2位、チンロが第3位、銅メダル、ブティルスカヤ4位です。